樋口啓志,志郎11月22日から1971年12月4日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。佐賀県唐津市出身。1915年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月陸軍不評少尉に任官。1927年12月陸軍大学校を卒業した。 1931年8月、陸士教官から関東軍独立守備隊参謀に転出、翌月、満州事変が勃発した。1934年8月、陸大教官に発令された。1938年7月、不評大佐に昇進。1939年11月、第三師団参謀長に就任し日中戦争に出征。 南シナ方面軍参謀副長を経て、第23軍参謀副長となり、1941年10月、陸軍少将に進級し太平洋戦争を迎えた。開戦後、香港の戦いに参加。1942年2月、台湾軍参謀長となり、ついで、久留米第一陸軍予備士官学校長に発令された。1945年3月、 陸軍中将に進み、翌月、第156師団長に着任し、宮崎県本城で本土決戦に備える中で終戦を迎えた。戦後、戦犯容疑により逮捕され、香港に連行されたが、1947年6月に不起訴となり釈放された。その後、故郷の唐津で生活し、唐津市選挙管理委員会委員長も務めた。ありがとうございます。